秋吉台青少年自然の家ですね。なんか電気がついてるね。ねえ。自立協力講師。これはどういう施設なの？これは要はあの宿泊訓練っていうかあるじゃん。宿泊訓練。どこでもあるじゃん。独自でもどこでもあるじゃん。うん、そういう施設よ。ここはなんか起こるんだったっけ？ここはね。なんか何が起こるか分からんけど、そういうスポット的な人が死んだとか、うん、あ、そう、人が死んだのはある。マジで？確かここの施設の宿泊棟かなんかで落下して亡くなっちゃったんかなんか、ちょっとあまり俺詳しくないんやけど、この上行ってみる。だから、それでなんかそういう霊体験が起こるみたいな。そう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 。で、これ結構昔から有名みたいな、有名なところみたいな。何これ？いい。あ、これは方角でしょ。方角か、これもだいぶ古いよね。なんか書いてある、なんか書いてある。なんで？あ、何？卵がついてる。うーわうわうわ、気持ち悪い。気持ち悪い。卵や。うまかいな。鳥の卵。こっちはね、確かキャンプ場じゃないかな。ほんま誰もいないよね。もらだってお盆だもんね。今お盆じゃん。そうそうそう、誰もおらんね。二人だけやもんな。二人とか三人ね。この椅子ちょっと古臭いよね。かなり年季入ってる。誰もいないでやっぱ気味悪いね。気味悪いね。そうね。こんな感じ。まあこんな感じかね。別に霊体験が起こるわけでもないもんね。お？はい。何聞こえる？何？いや、分からん。何の音？何のため？え？なんかトランス？え？どっから聞こえてくるの？いや、奥、こんなんか、これ何、聞こえるよね。え？何？え？何の音？分からん。いや、人が来てるってこと？いや、知らないと思うよ。人がおるんかね。なんかセンサーかなんかだったんじゃない？どっから聞こえる？分からん。気持ち悪っ。何？怖っ。何が今？何が流れよ？分からん。なんか、なんか分からん、トランス。なんか普通の音楽が流れてる感じよね。こんなとこ誰か、俺らだけやけどね。俺だけや、なんなの？分からん。まあちょっと気にせず行こう。これ何だろう。あ、反光焚くやつだ。気にせずって気にするやろ。ヤンキーだよ。ヤンキーだよ。ヤンキーだよ。ヤンキー。おー、なんだろうこれ。これどこだろう。こっち行ったら教師台かな。こんな感じかね。別に霊体験が起こるわけでもないもんね。お？はい。え？何？
何聞こえる？何？いや、分からん。何の音？なんだあれ？え？なんかトランス？え？どっから聞こえてくるの？いや、奥、この中、この辺。何聞こえるよね？え？何？え？何の音？分からん。人が来てるってこと？いや、知らないと思うよ。人がおるんかね。